ということで。入ります。はい、お願いします。感染者数の急増で宿泊療養施設の状況も大きく変わっています。ここは名古屋市中村区の東横イン名古屋名駅南。おととし8月から新型コロナウイルスに感染した人のうち軽症者を中心に受け入れています。年末年始は少し落ち着いていましたが、この10日間で状況は一変しました。正月あたりは入所者の方も5人程度だったんですけども、今はやっぱり激増の方しまして60倍超増えてますね。毎日のように新型コロナウイルスの感染者が数十人ずつやってきます。450から500ほどの部屋がありますが、すでに300ほどが埋まっているといいます。看護師は入所者の体温や酸素飽和度を画面で確認しながら、数値が気になる場合は電話で本人に話を聞きます。昨日よりかはちょっと楽にはなってますか？苦しさはやっぱり息切れはしますよね。しかし1日に勤務する看護師の数はわずか15人ほど。すでに人手不足で、今増員の方をかけているところですけども、やはり入所者数の方がどんどん増えているので、今のところでまだまだっていうところは感じております。入所者のいるレッドゾーンには毎日医師がやってきて診察を行います。第5波ではおよそ360部屋が埋まりました。限られた人数で施設を回していくために、第6波では勤務の状況を少し改善しようとしています。入所の際に今までこちらから説明をしてきたんですけども、映像を見ていただいて、それで、入所の内容を確認していただいて、その他にもやっぱり第5波で必要なデータが取れてなかったりとか、そういうこともあったので、最初の問診で聞く内容とかも効率化の方を図っております。満室への危機感が高まる中、施設の入所者は今日も増え続けています。